大井競馬11レーススポーツ日本賞2000です能力偏差値ですが b ランク1等 c ランク7等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。5枠9番、ハデスキーパーです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前 3走前、4走前、5走前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2000メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前はオレンジ色の着順が1着で、紫の丸が1800、1800が適距離ですが、4月の紫の丸、の丸、 今回と同距離の2戦では、指数を下げています。2戦は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。 指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は62で3位です。上がり指数は44で2位です。まずまずの先行力で、後位につけられそうです。展開面は、 若干のプラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠12番、マットルーレットです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、 紫の丸が1500昨年の12月は紫の丸が1600 1500が敵距離ですが5層前の紫の丸1800への距離延長では指数を下げています2000は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は2番手からの競馬です昨年の12月は4番手からの競馬です 後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は64で2位です上がり指数は43で8位ですまずまずの先行力で後位につけられそうです展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています3枠4番サブの白鷹です能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります 金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、6月は、紫の丸が1650、1650が適距離ですが、一層前の紫の丸、今回と同距離の2線では、まずまずの指数をマークしています。2線も守備範囲です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、6月は4番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は44で5位です。上がり指数は31で13位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。 暫定白三角を打っています一枠一番ビシャモンテンです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金五層では前層三層前に黄色線を上回っています能力的には二番手グループの一角で連体資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら 今回は指数を下げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1800 5走前は紫の丸が20002000 2000は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は8番手からの競馬です5走前は9番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は43で6位です。上がり指数は41で10位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠8番、里のディードです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、 黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が1800、3層前は、紫の丸が1800、1800が適距離ですが、昨年の12月の紫の丸、今回と同距離の2線では、まずまずの指数をマークしています。 2000も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は後ろから、3層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は26で13位です。上がり指数は44で3位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。 馬場状態を見ていきます馬場状態はグレーの丸で表されます馬場が渋ると指数を落としています明日も馬場が渋ればマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った9番の対戦成績は4番に対し2勝0敗1番に対し3勝1敗8番に対し2勝0敗と勝ち越しています 9番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った12番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は、束と遜色ありません。暫定黒三角を打った4番の対戦成績は、9番に対し、0勝2敗。8番に対し、0勝1敗と負け越しています。4番の対戦成績には、リスクがあります。暫定白三角を打った1番の対戦成績は、9番に対し、1勝3敗。 4番に対し、0勝1敗と負け越しています。1番の対戦成績には、リスクがあります。暫定罰を打った8番の対戦成績は、4番に対し、一勝0敗と勝ち越しています。8番の対戦成績は、高評価できます。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、9番、ハデスキーパーです。能力偏差値は、トップの B ランクです。 距離にリスクはあります。展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは8番里のディードです。能力偏差値は5位の C ランクです。展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは12番マットルーレットです。能力偏差値は2位の C ランクです。距離にリスクはあります。展開と 枠順を高評価しました。白三角を打ったのは13番サヨノネイチアです。能力偏差値は7位の C ランクです。枠順を高評価しました。×を打ったのは4番サブノハクタカです。能力偏差値は3位の C ランクです。対戦成績にリスクはあります。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。